この時一瞬木村力道山の下腹部を蹴りましたので力道山大いに奮起し、画前リング上は発揮を追いつ、力道山は木村をコーナーに追い詰めて空手の連続死となりました。時レフェリーは両選手を分けて木村に注意を与えました。力道山は再度空手打ちに続く蹴り技で木村に猛攻を加えています。それによりまして木村完全に闘志を失い、体は完全に腕つっています。加えます。力道は木村をリングの中央に引き出してなおも蹴り技の猛攻、完全に終わった木村。ドキレフェリーは木村の口調を制して試合続行を命じました。力道さればと右から左と回転を加えましたので、さすがの木村も6回と倒れてついに再び立ち得ず、ドキレフェリーはカウントを開始します。1 2 3 4 5 6 7 8 9、ついにアウト。1本目はカウンテッドアウト。15分29秒で力道山の勝ちであります。しかしながら試合はまだあと2分残っておりますが、レフェリー、ドクター、役員、協議の末、血と目の上